お目覚めでしょうか。クリスです。朝食をお持ちしましたが。失礼します。おはようございます、ドクター。そのガウン、お似合いですよ。すぐにお食べになりますか？紅茶とカフェとラッテがございます。そうですが、そうなりますね。ご不満でしょうか。ありがとうございます。お食事はサラダとピッツァを用意させていただきました。ごゆっくりどうぞ。何か不守備がございましたでしょうか。野菜ですが、では今後ライスはお出ししないよう取り計らいます。お食事が済みましたらお呼びください。失礼いたします。今のところ特に業務はございませんので、器具や薬品のチェックをされたらいかがでしょう。あとはお屋敷の中や庭をご覧になるのもご自由にどうぞ。失礼します。
ないと思います。私の癖です。はいです。洗濯物してもいいんですか？あ、はいです。ありがとうございました。私もう一度洗ってきます。新しく来られたドクターですよね。私、ヘレナです。どうぞよろしくお願いします。私、男の人にこんな素敵な贈り物をいただいたの、生まれて初めてです。一生大切にします。いえ、私本当に嬉しいんです。それじゃあ私、お仕事の続きをやってきます。ふにゃ。あ、はいです。スペシーバ、ドクター。Thank you.
昔に船着き場があって月に何度かベネチアから本社の人が運んでくるみたいです。でも食事は半分ぐらい自給自足なんですよ。お屋敷の周りに小さな菜園がありますし、お魚とかは釣り船で。気をつけてください。